それでは、えっ、ー、と、駒澤大学の対策、英語ですね。えっ、ー、と、担当させていただきます。代々木ゼミナある英語科の栗山と申します。よろしくお願いいたします。はい。 とということであの本日あの、時間が50分という、まあ、あの長いっちゃ長いですね、動画にしては。なんですけれども、まあ我々から見ると、やはりもう皆さんにいろんなことを、この駒澤大学のすごくいい問題、いろいろご紹介もしたいので、あの時間としては正直、短いなという気持ちになってはいるんです、だから、テキパきいろいろあの皆さんにあの問題とかいろいろ考えていただいたりしつつやろうと思います。はい ということであの本日の流れをまずあの内容を書かせていただいたんですがあいきなりすみませんちょっと見づらいかなあ,ありがとうございますはいあの最初にまずあの傾向と対策であの特にあの小松大学さんの場合えっと GMS グローバルメディアスタディーズですねの学部以外 とあそれって GMS とそしてあとそれ以外の学部で,でそれで問題の傾向が大きく違うのでまず先に、まあ、GMS 以外の学部に関する話ですね統一の入試であれであれはあ,のあれだ一般の入試であれどちらにしても問題の傾向は同じですからそれを先に紹介をさせていただきます。GMS のの話を、まあ、残りの10分ぐらい あだから最初に GMS に関しての話はあまりしないようにしようと思うのでもし GMS しか受けない方は最後の10分だけに絞っていただいても結構です。あるいいいいは続き聞いてていただいてもちろんあの 対策っていうか勉強にはなると思いますしもしくは併願する学部とかある可能性はありますからよろしければ全部聞いていただけると嬉しいな、はいまあ、とりあえずこんな感じの流れで、あのー、まず先にささっと私の方でその傾向だあるいは対策だ、まあ、その辺をささっと言わせていただいた後、まあ、あのー、でしょう。実際に皆さん自身に解いていただくっていうのがやはりやっぱ大事だと思うのでこちらの方で過去問ですねあの前年度 まああの著作権の都合とかでねちょっと長文の問題とかを皆さんにお見せすることができないのがそれがあの非常に心残りというか申し訳ないというかそういうところはあるんですがまああの赤本とかであるいはオーブン社さんだっけそうですねそれがあのやってらっしゃるパスナビですとかその辺の方を見ていただくと問題はあの載ってます。 あどちらもあの駒澤大学さんがあのんていうのあの実際に発表している回答ではないんですけど問題は実際にそのまま駒澤大学さんが出している問題を載せていますのであの、まあ、回答に関してはその向こうパスナミさんの方にお任せな形にはなっているんですがとにかくどちらにしても長文はちょっと自分で見ていただく感じになるかもしれません。そののの辺がこの動画配信の限界ですよ あとまあ最後赤本であるいは今後の勉強の手順ということで、まあ、その流れやりたいと思いますだあの一通り1から4までやらせていただいた後に残り10分でその GMS のことをやらせていただこうと思うので、まあ、まずは最初早めにそのなんですか、まあ、GMS 以外の学部に関しての出題の内容をこちらに書かせていただきましたはいえっと全10問です大問が10個であのすごく特徴的ですよね <laughs> そうあのここに書かせていただいてるものあのー、一言で言うと今流行りの多様性もう SDGs ですよ <laughs> 本当にもう多様でこんだけこれだけいろんなパターンの問題を出してくる大学っていうのは実はそんなに多くはないというか私立だともう駒澤さんぐらいなんじゃないんですかね。どうなんでしょうアクセント問題とかもう今ね数だいぶ減ってきております。 まああの共通テストになってからセンター試験時代のその問題あのアクセント問題とかがなくなっちゃったりしてねでもまあ相変わらず駒松さんは同じ形で、ね、アクセントの問題とかを出してきたりであるいはあの1番3番の長文の問題もあまり長くなくでしかも何て言うんでしょうあのきちんと読めてさえいれば解けるような内容一致の問題あのすごーく我々呼び心し側から見てもそこから見てもですよあの本当に授業で使いたいなと思うような良問ですね。 そういう問題が多いです。小松澤さんお世話になっております。本当にその点ではそう。ただ、あの特徴こういう感じで本当に多様なんですが、その中でも本当に大きな特徴とすると、その全10代全10代が各全て5問なんですよ。これが大きな特徴だと思います。そう、えっと駒沢さんは配点は発表してません。だから、各問題が何点なのかっていうのは正直なところわからないです。 そうもしかしたら学部によって違うのかもしれないし何とも発表してないので我々も聞けません残念ながら。ただ各す全て5問ずつで全10問50点満点あ50点満点か分かんないあの、ね、それに問題によって違うのかもしれないですけどもしかするとなんですがあの長文問題の1問とアクセント問題とかあるいは文法問題の1問っていうのが同じ配点の可能性もなくはないと思います。 ということはですよということは何て言うんでしょうかあの傾向がこういう形なんでそれに対する対策ですね対策とすると個人的に 我々が我々が私も駒澤大学さんの問題もうほんと長くそうあの前は本当は現場で駒澤大学のキャンパス行ってそれであの目の前にもうほんと生徒さん400人ぐらいいる中でそれで授業とかできたんですが、まあ、残念なことに、まあ、ちょっと今コロナの関係上なかなかちょっとあのこういう感じでホームページでやるとか、まあ、あるいはでも今年もちょっと現場でまた行われるんだっけまたあの私はまだ担当してないんですけどもどちらにしても、まあ、あのいろいろ長くやらせていただいているんですけれどもやはり 対策そうあの、本当に毎年同じようなこと言ってるんですけど対策としては後後半、後ろの方です。要はあの長文問題のところで時間をかけすぎて時間がなくなっちゃってで最後の方特に最後10番目の極成女の問題並べ替えの問題とかはっきり言ってしまうとかなり簡単です簡単なんですけれどもそれをやってる時間がないみたいな形になりがち何分各5問50問あって60分ですから時間は。 これですですのであのはっきり対策をこちらの方で申し上げましょう、はい、簡単に言うと長文に時間をかけすぎない,かけすぎないできるのであれば各問題1233つでできれば10分ずつぐらいで厳しいですよはっきり言って厳しいです厳しいですけど本当の理想を言えば30分あるいは対話分まで合わせて会話分まで合わせてここまでで40分かける。 本当は38分ぐらいで行きたいんだけどねそう,そうなんですよ。だからなんて言うんでしょうあの簡単に言うと長文をあ,のあんまり。 精読細かくしまくるよりはもうあの問題の,あの,あの要は内容一致問題であれあ,れあるいは河川の問題であれどちらにしてもあ,のある程度大雑把に内容をつかみつつそしてあと問題を解こうとして読もう読もうとするよりも解こうとしながらそこに対応させてでそれで回答を出し切るっていうことでなんとか素早く乗り切っていただきたいと。そして後半の方この方こ5番以降 こちらの方で、えっとまあ、知識系の問題が、多いです知識系がこれはもう私自身の経験からも本当にはっきり言えるんですけれども、自分が受験生の頃からもそうです例えば、国語共通テストとかで現代文って現代文はっきり言ってあのなんでしょう要は得点の安定しない科目じゃないですか。そう たまにあのすっごく難しい現代文出たりしてでそれで書く2問あったりする中で1問丸々る本当に読めなくてでほぼほぼ点数が取れないとかでそういうことであると思うんですけど古文とか漢文古文漢文もちろん古文漢文も理解いろいろ必要ですよただやはりある程度知識が入ってればやり方があるいはその何でしょういろんな句形とかそういうのが入ってさえいればそしたら思った以上に点数取れるというか安定すると思うんです安定する。 で、あるいはあのもう一貫している文法系のこと。こういうあの後ろ側の問題ですね。こっちの5番以降の問題、こっちの問題を何とかして大人さないようにしてほしいともうできる。まあ20分ぐらいかけられはすると思うんですが、まあ、パーフェクトとまでは言いません。さすがにそれは言わないですが、ただ最後こっちの方で80%ぐらい取れてな、ね、いそう。各1ミスぐらいでいけると、そうすると本当に楽になるという楽になると思います。 いこれは本当に学部によってもねあの何でしょう平均点とかがあるいは合格点は違いますから何とも言えないところはいろいろあります。ただ、まあの後ろ側の方の問題ですね。単語の問題、文法の問題、アクセントの問題、国選手の問題、こちらの方を割と重視する形で。 どうしてもあの最近の,何でしょうあのいわゆる大学入試の問題というのは長文読解あるいは作文などがメインになりつつあって特にあの私立大学では長文問題しか出ないグローバルメディアスタディーズも同じですね長文しか出ませんようなだからあのまた対策は違ってくると思うんですけども駒沢のこちらの一般統一の取材に関してはとにかく後半こちらの方がいっぱいあります。しかも各5問ずつある のでやははりそこには力を入れるべきだと思いますだからそれに対する対策をしっかり練ってやっていきましょう。勉強法に関してはまた後から申し上げようと思うので時間の都合もあるんでここでちょっと実際の過去問を紹介させていただこうと思いますいくつかあるんですが、まあ、その中でも何ていうか皆さんが割と触れる機会が少ないアクセント問題をちょっとまずは取り上げましょうかね。 とということであの問題、まだ書いてないんだ。<laughs> なので、えっと、2問ほど過去問ですね、そこから選ばせていただいて、それで皆さんにやっていただこうと思います。もうすでにやったことがある方は申し訳ないんですが、まあ、せっかくですから、ちょっと考えてみてください。えっとですね、こんな問題ですよ。えー、っと、ここら辺でいいかな。えー、っと、次の、じゃもう2つにしましょう。2問で、アクセントの位置が違うやつ、それをご自分でお選びください。例えば、 えとこんな感じにしますか。 もう一問。 ていたただきました今思いっきりすごい発音したいんですけど私ここに書かれている言葉をでもそうすると答えになってしまうので言えませんなので今もう20秒ぐらいで皆様自分で解いてみてくださいいかがでしょうかね 特に一番の問題、これまあ昨年の過去問なんですけれどもあのインターネットインターバルサテライトヨゼミもサテラインって言い方ですけどサテライト、まあ、似たようなのありますねあるいはカタログエンターテインメントとかニュースペーパーあと パラドックス？なんかすべて片仮名語にしても別にギリでいけるぐらいの言葉だと思います。まあちょっとあの一の B のインタ、あ発音してダメや。えっと解釈するって意味のあの言葉、これはちょっと厳しいかもしれませんけれども。でもまあとりあえず回答いずれも出ましたかね。大丈夫ですかね。はい。えっと結論から申し上げますと、今回は一番の正解が B で、二番の正解が B でございます。どちらも B です。いけてますか。どうですか。 特にアクセント問題、最近やる機会がないのであまりなのでなかなかあのこういうのを見る機会がないかもしれないんですけれどある程度の覚え方ある程度のやり方それはあります。 ということでせっかくですからせっかくそうせっかくこの動画今もう多分もう今何倍速から見てるかわかりませんし実際にこの時間まで見てくれてる方って何人いるのかわからないのでもうここまで見てくれてる時点で本当ありがとうですだからあのせっかく見てくれたお礼にこれから私の方でちょっと今年の勝手な予測をしますいや我々あの予備校講師ですからもちろん駒澤さんから問題とかについては何にも聞いてませんとこれ本当の理想はですよ駒澤大学さんが駒澤大学の担当 当社あの出題者の方が自分で自ら出てきて皆さんに説明をするっていうのが本当は一番理想的なやり方なんでしょうけどただ出題者っていうのは絶対誰なのかを公表されませんその人誘拐しちゃっちゃってねなんかあれで無理やり脅されてたりしまったら大変ですからだから公平期すために基本的にはそういうの紹介されないのでだから答えとかも発表はされていませんなのであいやこの答えはあってもあってますよ私もちろんそれは正しいんですがだからそれはあの私の方が考えた答えですちゃんと。 であのこれから私の方でそで予想する単語考えてまいりました、いろいろちゃんと今年出るんじゃないの的な言葉それをばばっとまとめて書かせていただこうと思うのでもしよろしければ、えっと、写さなくてもいいですあの写真撮っていただくなりあるいはキャプチャーしていただくなり何でもいいですけれどもちょっとこれから私の方で予測を立てさせていただきたいと思います。というわけでアクセント問題。 品質語という名前でそれでいきましょうかせっかくですからよろしければお考えくださいえっ、ー、とですね例えばこれ例えばこれ例えばそうですね長い言葉もあったいいですね例えばこれ例えばえっ、ー、とこれ 例えばこれ、例えばこれ、ええ例えばこれ、さらには、どうですかね、例えばこれ。 でさらには、えーっとですね、<laughs> この辺、これ例えばこれなどを上げてみましょうか、今思いっきり思いっきりカタカナ読みさせていただくとイメージ、ダメージ、カレンダー。 エレベーターエスカレーターヘリコプターパターンマネージャーバランスパレードパーセンテージ <laughs> まあ全て日本語の中に入ってますヒ,ヒヒなんて笑ってる場合じゃないですねでアクセントというのは基本的にあの英語の中で言うと高く読まれるというか強くというより、まあ、音ですねだからあの一語全然関係ない言葉で例あげさせていただくと例えば、えーと「確かめる」っていう言葉でこういう単語があります動詞です この場合、いわゆるあいうえおにあたる母音これが3つあります。あと r と a っていうやつがあるんですけども、これってその3個のうち、あのアクセントは実はここにあります。で、発音はア朝テ移っていう。 一瞬サーティンが入ってるんで「だアサーティン」とか読みそうですけど正しくは「アサテイン」という読み方これをしますみたいにその強く読むところそして音がちょっと弱くなるところ、まあ、もっと言えば音の高さ高低でいう感じ「アサテイン」みたいな感じですねそうなるっていうのが一語一語あって単語集にはちゃんと載っておりますというわけでせっかくですから今ここに書かれている言葉皆様自身で決めてください皆様自身で考えてくださいどどこににの母音に アクセントがありそうですかよろしかったらあのそれを頭の中で発音でもあるいは自分の今なんかあのキャプチャーした画像あるいはもう本当写した方であればその写した画像あのノートとかでそれであのさっきちょんとつけてあつけてないかあのいわゆるこのマークもう目の疲れがければこれでいいのでどっかちょっと自分でつけてみてください20秒ほど待ちます。 終わりでですいかかがでしょうか、はい、あの最初の方に並んでる言葉にある法則性がもしあったとしたらそれはあなたは正しい正しいです。えっていうえイメージダメージ カレンダーえんんんんみたいな何の法則性と思った方は残念ながらアクセント問題全然勉強してねえな <laughs> そうだなそれはまずいな頑張ってくださいあの実を言うと最初の方に書いた言葉は全部一番前のボーンそこにアクセントがありますつまりイメージじゃなくてイメージでダメージじゃなくてダウンでカレンダーじゃなくてカレンダーでエレベーターでエスカレーター エスカレーターですよエスカレーターではございませんあるいはヘリコプターでパランでさらにはマネージャーみたいな感じですそう特にあのー、こういうのって地区による差も激しくて関西圏の方とかは後ろ側お前とこのおかんがみたいな感じで後ろをこう上げる感じの恐れがあると思います まあ、あるいは名古屋方面東海地区だとかだと、ね、後ろの方とかっていうのを後ろって言い方するように逆に一番前に、ね、アクセント持ってきたりとかそういう感じのものあると思います一応、あのー、基本今書いてるのは全部前ってことでその東海圏な感じそれに近いっちゃ近いかなで最後バランスここまでが一番前にアクセントがあるものそれを並べましたで逆に日本語でパレードとかパーセンテージ いうようよなまあでもどちらにしても「パレード」とか言っちゃうようなもの優勝パレードでもこれが「パレード」で後ろでこれも「パーセンテージ」で後ろですみたいにまあ真ん中ですか、まあ、要は2番目ですみたいな例外そんなものもいっぱいあります。いや何を申し上げたいかいかととう 要は今こうやって日本語の中に入ってきてるカタカナ語カタカナもうカタカナで書いても通じちゃうような普通の言葉あ,あもうここに書かれている言葉なんてカタカナで全員通じるでしょうよでそういう言葉って実はあのが多多いいです割と多いでこれにはもうちゃんとした理由があります理由があってあの英語という言葉のそのアクセントの特徴に聞いたことあるじゃないですかあの名詞だと前 で動詞だと「後ろ」っていうよくあの名前動語とかあるいは名前動語とかなんかいろんな呼び方あるんですけど品詞が名詞の場合はアクセントの位置が前の方に来がち。 で動詞のの場合は後ろに来ががちっていうそういうううそそななんとなくルルールそれれありますこれ例外言い方悪いけど死ぬほどあるからだから何て言うんでしょうそれで完全に覚えるだけでは全然足りないんですけれどもでも少なくとも要は日本語の中とこうやって違う言葉に関してはもう別個に覚えた方が早いというのがあります。 だまあこの辺は例外というほどのあれには当たらないんですけれどもまあでも基本的にここに書かれてる言葉は全部名詞です。あてかそもそも日本語でカタカナで書かれるような言葉って大体外来語名詞しか入ってこないでしょう。なかなか形容詞それ入ってきたりしませんよね。名詞が多いですよね。そうテーブルでもコンプライアンスでも、まあ、あるいはあのバランスを取るでも全部基本的には名詞です。それがいきななりり普段しゃべりながら 君ってこの授業のことはアンダースタンドしたっていうオッケーっていううわー君って本当にスマートだねみたいなそんな昔のルー大芝的なことはないです。だから基本的にはそうあのー、名詞名詞があのカタカナ語になりやすいのでだそういう言葉は一番前にアクセントそれが来やすいという特徴があります。あとちなみにもう一個せっかくついでにアクセントやりついでそれに覚えておいてほしいことこういうのはなかなか ね、今もうセンター試験でアクセントなくなっちゃってから授業でやる機会我々もないんですよ予備校講師もだから学校とかでもあんま聞かないと思うんですよねそれがなのであのよかったらもう1個覚えて,てほしいのがあってあの複合語っていうんですがいくつかの単語が混じってできた語その名詞これもかなり大きな特徴があって。 これだと、えっと、前の名詞にアクセントっていう決まり、それがあります。あ、ま、前の方にアクセントと書いといておいていいですかね。そんな決まりがございます。ちょっと例3つぐらい挙げとくと、例えば、例えば何がだ、えっと、実際の問題にさっき出てた新聞とか、あるいは、最近あんまり言わないけど、航空便のお手紙、エアメールとか、で、あるいは、なんだ、えっとですね、 何がいいんだろうな、えー、っと、こういうときになるとパッと出てこないのが情けないんですけども、えー、っと、ほら、そうですね、新聞やめる、あと何があるかな、あと例えば、ちょっとこれ複合語と呼んでいいのか微妙なところですけども、駒沢の,の問題で実際に出てたのは、オーナーシップ、フレンドシップみたいなそういうもの、こういうのです。いずれにしても ニュースプラスペーパー、エアープラスメール、オーナープラスシップ、こういう言葉だと、前にある方のこっち、ニュースペーパー、あるいはエアーメール、メールいゃないですね、オーナーシップ、あるいはフレンドシップみたいに、そうやって前の方の単語、これにアクセントがあります。これ全部ちなみに名詞です。そう 動詞のアンダープラススタンドのアンダースタンドとかは全然また話が変わってくるので何とも言えないんですがとりあえずとりあえず名詞の方は前が多い特にカタカナ語の前に出てくる言葉は日本語にはあんまりないのであの品質のパターンで出やすいということプラスこの複合語についてこれは例外がほとんどないです例外がないです。 ですからあのそれで覚えられると思いますのでちょっとこの2個だけでもなぜひ、ね、この動画を見てくださっている方はあの知っておいていただくといつか役にはというかそれが本番だといいね。<laughs> そうですねというわけであの右側の問題ちょっととおしいいたただけるとありがたいです、はい、今ここに書かれている言葉ここに書かれているんですけどもこのインターネットインターバルサテライトあの今ここに書かれている3つは原則名詞です。 名詞ですね。でもインタープリットこれは解釈するとか通訳するっていう意味の動詞です。動詞です。名詞であるインターネットそしてインターバル中間のところですね。中間のこの間でサテライトこれは全部一番前なんですがあの解釈するっていうあの動詞だけはこれはインタープリット真ん中に来ます。通訳のことをインタープリターいます。そうだ通訳する解釈するっていう意味で出てくる。でさらにはこちらの言葉これなんかも カタログ、ニュースペーパー、パラドックス。こちらは全部名詞です。特にニュースペーパー、さっき出しました。<laughs> そうですね。で、カタログ、であるいはパラドックス。ただ、エンターテインだけはこれは品詞。楽しませるっていう意味の動詞です。品詞違えば、こうやってアクセント位置も違うわけでございますよ。あの、それが昨年のパターンでこうやって出ておりました。 そうまあ、これだけ分かりやすい問題が今年も出てくれるとありがたいんですけどね一個だけ品種が違うってことでそれで回答が出せるともちろんあの現実問題として名詞だって動詞だって一番前にアクセントが来る言葉なんで山ほどあります。 ですすからここれはは本当にサービス問題的だっったととろああるるちゃあると思いますでもぜひあのこれはもう学習法の話に半分なってしまうんですが言わせていただくとあのアクセント発音どうしても、ね、軽視されがちですがやはりあのリスニングですね駒澤さんではもちろんリスニング基本的にはないですけれどもでもあのやはりあの共通テストとかを受験する方も多いと思うんであの単語の発音は知らないよりは知ってた方が絶対にいいですからだからあのじゃあこれはお願いとして。 そうちょっとしたお願い、学習法なんですけれども、ご自分でお持ちの普段使っている単語集って何か一冊ありますよね。まさかあの今までの段階で一つも何も単語集使ってないって方はいないと思います。その方はあその方ってもちろん持っている方はぜひ前半の半分だけでも結構です。前半の半分ともうさすがに半分は覚えましたが意味は言えますか。でとにかくそこの意味が言えるような単語半分ぐらいで意味のチェックはしなくていいです。 あの発音とアクセントのチェック発音記号で書かれてると読めないとかっていう方は中にもいらっしゃったりするんですがなんとなくは分かるでしょうなんとなくは <laughs> そうあのそう。なんとなくでいいのであとこのアクセントの位置のマークだけでいいので一通りちょっとその 意味のチあるいはもうその発音記号を読めなくて全くできないという方は今もう単語集ほとんどのかあれがダウンロードできる音源がダウンロードできるような感じになってるじゃないですか,かその状態にして音聞きながらそれではここにアクセントあるんだっていうものをそれを全部チェックしてみてくださいぜひ全部チェックあの半分例えば2000個あるうちの1000個だけでもその中のうちの多分10分の1ぐらいあの100個ぐらいは おそらく「マジで!」みたいな発音のやつあると思いますよ <laughs> それがそうあの覚えてるその発音の仕方と全然違ったっていうものそれがあってでそれが入試の問題でこうやって出やすいわけですよそれがですからあのぜひですね対策としてそのご自分のお持ちの単語集の単語こんなはっきりと音聞きながらチェックするだけですから1日どころかもう1日のうちの多分45分あれば十分できると思います。 たった45分であなたが5問取れるようになるわけだよこのアクセントだからぜひそれはやっといてくださいお願いいたしますはいじゃあちょっとあの時間またいろいろギツギツな感じになってるんですけどあの文法の問題も少しだけご紹介はさせていただきましょうかそうですねでえっと昨年やはり出されたような形式の問題でせっかくですからあのやはり点数が取りづらいんじゃないかと思われるえっと例えば 極正常の問題あるいはののの問題ととかその辺を少しえっと、ご紹介だけませんこれあのとにかく長文の問題はなかなかその調査権の都合上なかなかできないのでどうしてもちょっとそっちに偏っちゃうんですけどすいませんがよかったら今この現場で考えてみてください。えっと少し難しいですけどいいですか一問が正常あの第10番の問題で並べ替えをしてみてください。あこれも 書かなくて全然いいですよあるいは早送りしていただいても新たな通信技術の発達はより多くの人がそれが在宅勤務 できるようになる可能性を秘めてるいる長い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 でそれでえっとこんなです 空所が4つあるもう、正常というか、もう、空所補充ですよね。<laughs> よちょっと、ギリだな。 ああもう1文しか書けないしょうがないあのこれで今この場でよろしければ考えてみてください皆さん考えてる間に私語議の問題1問書きますよこう,うかなそうだね ではあちらの並べ替えの四つの空所はできましたでしょうかじゃあまずそちらの答え合わせからしてしまおうと思いますはい。ということで新たな通信技術の発達はより多くの人々が在宅勤務できるようになる可能性を秘めているそう言っておりますこれ駒沢の問題割とあるあるなんですけれども日本語が複雑であればあるほど こんなあの硬いこと言ってれば言ってるほど日本語の主語・述語と大体ほとんど同じような形で英語を作られてることが多いですそうです今回であれば日本語皆さんあの日本語の「S」とか「O」とかね主語・述語普通に言えるでしょうからこれであれば「何々は何々を秘めている」。 主語の位置に新たなコミュニケーションのテクノロジーつまり通信技術のデベロップメントを発達がそれがどうし欲しいねどうし欲しいねそうでそして何を秘めてるのかの「王」が欲しいねその辺がなんか後ろ側にそれができるような感じしませんかそ <laughs> そうううででですね要はは秘めているっているとのはこののこ選択肢の中で言うとポテンシャルあでもそれ名刺だよ 明治秘めてるってことは要はそのポテンシャルを持ってるんですポテンシャルを持ってる要はそのポテンシャルがあるってことイコールその可能性を秘めてるその内容ですよだつまりここに A ここに B これが入りますここに A ここに B でございますねそうですねでそしてポテンシャルその潜在的なポテンシャルがあるってことは何するポテンシャルか働く <laughs> いやいやもうはピープルが後ろに来てますもうすでに皆様はこのエネーブルっていう単語を そう able からできた en つけた品詞動詞ですけど to plus 動詞の原型 to 不定詞ですどちらにしても enable っていう単語を見たらその後ろ側にどんな形がつながるのかの想像はつくと思いますつきますよね prevent 見たら prevent 妨げる見たら名詞 from ing とかあるいは force 見たら force 名詞 to とか各動詞に後ろ側にどんな形がつながるのかっていうのが英語の場合し縛りがすごくきつい言葉でしたそう。 だそれをまずは覚えること非常に大事です。今回 enable は enable 名詞 to 不定詞。すなわちこれであれば enable 先に c 入れてでその後 to work enable 名詞 to っていうなんと A B C D。 <laughs> そのまま並べ替えればっていうかそのままそれが正解の問題でございました、まあ、3番目にある言葉を答えるさせる問題でしたから、まあ、C かなんかが正解だったような気がするんですけどとにもかくにもその日本語通りでさらにはこのエネーブルと言葉の語法が分かればエネーブル人という不定詞それでいけると思いますでさらにこちら右側に問題1個追加しました語義の問題ですそうこの手の問題が多いんだよねこれもう本当さ秒で解いてほしいんですよ本当に秒単位で でそれをやっていただきたいんですがどんな感じになりそうでしょうか。To go or move down。秒ですね。いいいいですかね。そうもうあのルーストランスファーなんかトランスファー移すでそれっぽいでもダウンの意味ないだろうダウンの意味ないだろう。だからもしかしたらあなたの知らないこの単語これが正解ですよ。ディセンドです。そうセンっていうのは進むって意味です。ディが下です。 そんな感じで下に進むというのがそれがもともとの意味でせっかくだから一緒にやりましょうか、えっと、アセンドっていう言葉がこれが上昇すること上昇することそしてそれの逆範囲語がこのディセンドです加工するですあの格闘技とかお好きな方は アセンンディングエルボーとか知りません上昇するパーンこうや,やるやつなんですけどそんなんいいか上に上げる方がアセンドでディセンドが加工でちなみにディセンドって言葉から来てるものその一つに例えばですけどアシストする人間アシスタントあるいはアテンドする人間誰かのお世話とかする人間を例えばアテンダントいうようにディセンダントディセンダンう聞いたことありませんかディセンダントっていう ANT つけると そうすると、人の意味が出て、加工する人。落ちて、いやいや、違う、違う、あの。いわゆる、家系図をたどって、下の方に行く人っていうことから。リセンダントっていうと、子孫っていう意味、それがございました。そうです。下に加工して、それで、あの、あれを受け継いでいく、D. N. A. を受け継ぐ人ってことで、リセンダントでございます。みたいに、あの、この単語一個覚えるだけでも。それでも、あの、他のところにいい影響があります。 とということで、えっと、今、過去物紹介ゾーンそれを今、ババッとまとめてやらせていただいたんですが3問か、<laughs> そうか、ちょっと量は少ないんですけれども、ちょっとあの総括というかまとめの方に入らせていただいて、えっと、GMS の話の方も少ししなくては、少しとかちゃん,ちゃんとやらなくてはいけないのであの話をまとめの方に持っていきたいと思うんですが、まさんのあ、さっき、さっき一番最初や,やったの覚えてますあの説明の順番としては、傾向、そこから対策。 でそして2番目として過去問の今ご紹介をしています考えていただいたりしてますかね大丈夫ですかねもう見るのやめちゃってないから大丈夫かな <laughs> そかなでそして3番目として赤本とかをどう使うかでそして今後の勉強法ということで3番4番行きたいんですがもうまとめる感じでいきますととにもかくにもとにもかくにもこの辺だいぶ知識系のことです知識系のことですそう まあ、少なくとも b と c と d を知ってさえいれば、そしたら下に下がるっていう意味がないことぐらいはわかると思うので、a は選べると思います。でも極力できるんであれば、そのディセイド、あるいはディセンダントも覚えておいた方が絶対にいいです。それは絶対にいいです。これは長文読解の際もそうなんですけれども、単語力が勝負になるか勝負にならないっていう先生もいます。それはいます。そう。周りからちゃんと想像する。 ちゃんと文を取ればそしたらわかる言われることもあるんですが駒澤大学さんの場合駒澤さんの場合は何せ時間がない何せ時間が足りないそれを何かいろいろ周りから想像論理的に考えたりでやってる余裕ないですからないもう単語を見た瞬間にこの意味だっていうふうにそれが取れないとなかなか読んでってあの内容位置解いたりするのが厳しいです。厳しい思った以上に駒澤大学の問題はこれは皆さんに知識を要求してます。 知識を用意しているそれは覚えておいてくださいだ赤本をまず使ったりする前にぜひですね単語集は単語集いろいろ言われると思うんですけどもできるんであれば一冊一冊二冊目を買ったりとかあるいはすごく難しい単語集を買ったりとかする必要はないです一冊をそれを完璧にそうある単語をいきなり突然見ひらひ光り上がっても完全に見開かれてこれですというふうに言われてもその意味が出てくるように あるいはもう順番で覚えちゃっててあるいはもう高1ぐらいの時からずっと使っててでそれでもう全然何て言うんでしょうその流れからもう単語を覚えちゃってて本番の時に出てこないとかっていうんであったら困るのでもしあれだったら2冊目の同じレベルの単語集を買ってもいいと思います2冊目をそう。あるいは誰かからもらったりとか交換したりとかでも全然いいと思います。 とにかくその2冊目とかあったりするとその前覚えた順番通りとは別のその順番別のやり方で出てくるのでハッといきなりパッと出された時にその時にどういう意味なのかってことが取りやすいと思うのでもしよろしければそういう感じで対策してみてください。ぜひぜひぜひいい だから単語集に関しては1冊まるまる本当に完璧な状態にするで2冊目でそれで例えば新しい単語出てきたらそっちの方もよろしかったら覚えるいい暗記しようそれはもちろん時間かかります時間かかるんですけれどもでも書けって問題は1問もないんだから細かいスペリングとか覚える必要はないんだから意味と発音アクセントが分かればいいこんな楽なことないですよそして知識というのはとにかくあの反射的に出てくるようにしないと意味がないです。 で逆に言えば反射的に出てくるようになればそしたらあなたを絶対に本番緊張してるときに助けてくれますそう。どうせ頭働かないから本番そう思ってる以上に本番って緊張しますから,だからそのときに本当に本当に皆さんを助けてくれるのは結局のところもう反射的に出てくるその単語の知識などなどです。だ単語は完璧に覚える プラス可能であればさっきのちょっと真ん中いきますけどこのエネーブルみたいにある動詞の語法これ見たら後ろに名詞というって形を想像しようねって話をそれをさせていただいた通りこういうのはあの皆さんお持ちのよく高校とかで交わされる文法の問題集最近もいろんなシリーズ出ててしかも本当に昔の我々が受験生だった時代に比べるといい問題集が増えましたね本当中でもこういうい動詞の語法と。いう欄 あのセクションでいうと2ぐらい2か3にあの多くの問題集であれば入ってます動詞の語法という欄あの後ろに「to を絶対取るものとか名詞「トゥ」取るものとかあるいは逆に動詞名詞「オブ」とかで除去する意味になるとかそうやってまとまってるあの問題集があるので想像してるよりはこちらは数は多くはありません想像してるよりは数は多くはないので、まあ、必ず何かこの言葉を見たら後ろの形 そうも例えば、動詞の右側は英語の場合多くの言葉が決まってるとリミット見たら名詞 to あるいは例えばあれだ洗う見たら後ろは名詞 t あこれも同じだけど名詞 to 不定詞になるとかそういうものですねその辺がパッと出てくるような練習をしとくとこういう正常の問題でも長文の問題でもこの単語とこれが組み合わさってあこうしてるんだなってこととかが分かって内容の読みそれが早くなります。はい、なのででそういうい練習ですね それをやって完璧な状態をできれば作ってくださいでその後赤本をやってほしいでもその赤本というのは赤本、まあ、要は過去問ですけども過去問それをやるときにはやるときにですよ過去問必ず必ずですねあのまず一回時間60分決めてそれで解いてみてくださいまず最初はこれも書いておくと赤本の使い方的なことで言えば最初その時間通り60分で,でそしてもちろん辞書とかも見ずに本番と一緒 本番と同じ感じでそれで解いてみてくださいで、それで完璧にできている方はそれは心配はいりません がまあ、要はそれで完璧にできてたら多分こんな動画見てないだろう最後まで正直。なのでその動画これを最後まで見てるってことは皆様あの多くの方が、まあ、なかなか悩んでるからこそ困ってるからこそ見てるんだと思うので60分その本番と同じでやってみたらもうあー48%しか取れなかったみたいなこういう状況でそれが出てくるとでそういう時にその48%しか取れなかったって分かる前に一つこれは私からの提案なんですけどこれ正,正直ちょっと忍耐力言いりますよ。 答え見る前にプラスちょっとよかったら30分そして辞書ありとかの状況でそれでもう一度分からなかった問題とかをやり直ししてみてくださいやり直しそう見直しをその30分プラスすればあるいは辞書とか見ればそしたら答えが出たんであればとそれであればそれを覚えちゃえばあるいはそれを例えば時間内に収めちゃえばそしたら大丈夫なんですからそれでその上で答えそれを 答え合わせしてみてくださいそれでも間違ってる問題は非常に重大なまあ、欠陥でございますそう、それでもここまでやっても間違ってたとしたら何かが読めてない何かが完全に分かってない欠落してるんでそれはきちんと埋めていきましょうそれが何なのかはもちろん自分じゃなきゃわからないと思うのでそれはちゃんとやっていただきたいただここで解決できたものに関しては傷は浅いですからその浅い傷埋めるために覚えるものは覚えるそういう感じでやって,っていただくのが一番よろしいと思いますはい 駒沢の,の場合昔の問題遡っても基本的には問題の傾向大きく変わっていませんからだからあのすごく前の問題あの見つけ出すこともできると思うのでまああのパスナミさんであればだ6年分って書いてありますね6年分一応あるらしいのでしこいですけどあれね回答は駒沢さんが発表したものじゃないのでちょっとあの完全なものかどうかはあの私の方では保証はできないんですがただでもとにかくあのやっといていただくのがよろしいと思いますのでぜひいろいろ 使ってみてみくださいいお願いします、はい、では最後ちょっと残りが時間がだんだん少なくなっちゃってるんですけどのグローバルメディアスタディーズのことについても少し触れさせていただきたいと思いますそうどうしても1つだけ傾向が違うのであのなかなか説明が、あのー、されづらいグローバルメディアスタディーズなんですが基本的には全部長文です全問長文ですですから えっと何でしたっけえっと六題基本的にはまあ行われるわけでございますけれども全部であれだえっとそうですねえっと何ですか六十分という時間でごめんなさい大門五題だごめんなさいえっと私の方ですいません焦ってますでもまあとにかくあの五題あってで後半の方にはちょっと文法系の空所補充の問題とかもあるんですけれども文法もありと。 ただあの原則として基本的には全部まあ読解の問題これがベースになっておりますそうですただその中でも例えば前置詞入れる問題とかそう基本的になんていうでしょうその読みをしつつもあの要は意味的にこうですっていうのがきちんと分かった上で空想を入れるっていうそういう問題ですね何ていうかあの長文問題でありながらその長文問題に完全に振り切った感じの問題になってるわけではないです。 ななっているわけでないあるいはそのグローバルメディア・スタディーズの問題だけ他の何ですか学部あのさっきの統一あるいはあの何ですかえっとあれよもう名前が全然出てこないわ統一入試であれ、えっと、あとあれですね全学部入試でしたっけそれであれえっと同じだっけ基本,基本的にとにかくあのそちらと同じように問題長文の長さは長いいいでです長長さははただ問題文が難しいわけではないです。 すっごく抽象的でそしてすっごく例えば現代的でそれこそすっごく前と後ろのこのつながりとかが分かりづらいような話などはない。そうだからあの60分という時間でこれ読解解くのも結構大変は大変です。 大変大変ただなんて言うでしょう、先ほどのあの他のあれです学部の入試の問題の対策などと同じように基本的には必要なことは何なのかというと,あと,いうことでだんだんちょっと過去問を紹介している時間がなくなってきたのでもともと長文だしちょっとなかなか紹介ができない点があるので過去問はすみませんがそれでその上で言えるのはやはり単語力です。結単語そう 早く読むためには、その単語の勘違いなど、それをいろいろなくさなくちゃいけないです。そう、あの意味ない細かいニュアンスとかまで必要とされるような問題はないですけども、ない。でも例えば勘違いしちゃうようなやつ、そう、あの似てる単語ですね。例えばあの L で始まる方のリープ、R で始まる方のリープ、そう、二個非常に似ていて、であーリープって飛ぶって意味ね、みたいな感じで、それで言うタイムリープって言葉とかありましたが。 リープそれは上下どっちか上ですよねこっちが飛ぶで跳躍です跳躍することでそれでこちらの方は刈り取るというそういう意味で全然違いましただからこういう似てる言葉とかを混同してぐちゃぐちゃするとそうするとどうしてもどうしてもなんかそこからニュアンスがずれてきてということありますあるいは単語そうあの簡単な単語ハードって言葉が例えば出てきましたと ハードあだからこれ懸命にやったんだ。頑張ったんだとそう思って見てみたら、そしたらこちらは1鉄ハーレーで書いてあってそう。形容詞の時のハードの意味は難しいって意味です。難しいです。そう、あの頑張ったって。意味は基本的にはない。副詞の時にハード頑張ったになる。 こういうい品詞ごとに意味合いが違う言葉とかがその品詞ごとの意味を覚えていなくてでそれで何か読み間違ってしまってそうそっからこれグローバルメディアスタディーズを受けるぐらいの英語力ある方であれば余計そういうところあると思うんですけども空想というか想像の世界に入っちゃってそれで読み切っちゃうっていうことをしちゃう方いるんですよね。<laughs> 正直教えてる側の私 私はあの想像力はあんまり豊かな人間ではないので実はそういうのがなかなか実はないんですよあんまり。<laughs> なんていうか逆に空想の世界で分からなくなっちゃうってことはあまりないんですけれどもただあのいろいろ考えてそれでつながりをそれで求めてっていう感じで読む方は余計にこういうとこから話が自分の中の想像の世界に入っていってずれていってしまうとそして全然逆の選択肢を取ってしまう内容位置とかでねそういうことがあるっぽいです。そうだからここでははっっききりと言っておきたいのは 結局、そういうい1文ずつの読解いくら長くても本当に千里の日も本当に一歩から本当にその1文をしっかり読めることそのことが非常に大事になってきますのでぜひそのグローバルメディア、この GMS 受,受けたい方はあのあれですね、他の学部以上にもし必要とされることとするとその単語の品種だニュアンスだみたいなもの,その,ニュアンスの細かいニュアンスというよりは意味の大きな違いとかをそれを間違わないようにできるんであればできるんだったら 一文の読解の問題もやっといた方がいいんじゃないかと個人的には思いますそうただつまり和訳の問題的な感じですね和訳出ませんよ <laughs> 出ませんけれどもその文を正しく読めてるかどうか読めてさえいれば必ず自分の普段使ってる日本語あるいは日本語を使ってない方でも基本的に自分のその母語にこうやって言い換えることを理解できてればできるはずですから だからもしよろしければ、例えばあの国公立大学とかの役の問題、そうですね、いろんな大学ありますから、そんなに難しい大学の問題じゃなくて結構ですので、もしあれでしたらそういうの、あの週に1、2本自分で役がどれくらいできるのかっていうことを試していただくっていうのを、それも非常に使えると思います。はい。これが他の学部とそれとちょっと違うところではあるんですね。そう他の学部正直あの多少読み間違ってもなんとかなるところあるんですけども、グローバルメディア,メディアスタディーズの場合どうしてもその辺が 命人になることがあるのでお気をつけください。頑張ってそれでいろいろやってみてください。過去問もぜひよろしくお願いします。はい。ということでなんとなく話がまとまりつつあるのかなないのかなあれですけどもあのすごいペースで喋らせていただきました。とりあえず一通り言った内容なんですけども最後にあのー、まとめとして言えることはコマツ大学さんの問題もう本当に。 一番最初に言ったことと重なるんですけどどこの問題切り取ってもすっごくよく考えられたすっごくよくあの試されてさすことができる皆さんの英語力をそう頑張ってればで努力してればで覚えるものを覚えていればそして一文ちゃんと読めればそしたらきちんと答えが出る問題もう本当に下手すると普通に85%から90%ぐらいの点数そんなに難しくなく取れる大学あ取れる問題それを作っております。はい だから無用になんか難しい問題を出してくる大学と違ってその辺はすごく良心的でいいと思います。はい、なのでぜひです、ね、そうあの正しい勉強をきちんとした勉強を続けていただいてでそれであの皆さんが今度の春あれです、ねあのー、合格を勝ち取っていただけるとそれを信じてやみません。そうです はい。いや、本当に本当に本当にそうです。正しい学習、そして正しい量ね。量は絶対必要ですから、必ず時間はかけて勉強を続けてください。お願いいたします。はい、では本日は最後までご清聴どうもありがとうございました。では、検討をお祈りいたします。ありがとうございました。